卓球女子でパリ五輪代表の早田ひな、23、イコール日本生命イコールが26日に放送された TBS、情熱大陸に出演。長く切磋琢磨してきた同学年の伊藤美馬、23、平野美宇、24、への思いを語った。ライバルであり、親友でもある3人、この日は平野と食事をしている場面で、早田は、私は本当にこの2人がいなかったら、 まずここまで目指してないと率直に明かし、私はこの二人が引退した時のモチベーションが気になる、トトロ。平野も、わかる、めっちゃわかる、と同意した。一人が引退したら、やばい、2体になって。一人残された時に、多分3人とも一人になりたくないって思いがあると思う。だから一人になりたくないって最近は思います。でも私が一番最後までやってそうな気がしてて、 と明かすと、平野も、私もそう思うと、頷いていた。